はい、今回は HG シリーズゴジラクロニクルパート1をレビューしてみたいと思います。でこれ全15種類ありまして、全15種類こんなにあります。1954年のゴジラが2体で、ゴジラの逆襲から1体、キングコング対ゴジラ、モスラ対ゴジラ、ゴジラ対メカゴジラ、1989年ビオゴジラ VS ビオランテ VS スペースゴジラ、95バーニングゴジラ、ゴジラ VS デストロイヤーで、ミレニアムのゴジラとメガギラスのゴジラで、 GMK で、尺五 G で、 SOS ということで、一応2003年までのゴジラがラインナップとして出ております。すごい。はい、こちら15体あるのでクイックで見ていこうと思います。まずは1954年のゴジラ。これは円谷英二セレクションから出てきた1954年のゴジラのまた別物となっております。色のトーン。もう基本なんかマットな感じですね、クロニクルは。で、この使われている彩色もちょっとチョイスが変わってきております。ちょっと目つきが違いますね。次がもう一つの初代ゴジラですね。こちらはゴジラ3で出されたゴジラの、再版ですね。で、まあ、同じくこちらもすごいマットな仕上がりとなっております。で、こちら右の方は、ちょっとまだ、なんだろう。光沢がある感じですかね。そうですね、クロニクルシリーズですとちゃんと下を向いた目つきの初代ゴジラになってます。で、こちらゴジラ3の時は下向いてなかったので、ちょっと初代っぽく見れなかったっていうところがあったんですけれども、ちゃんとそこら辺がリカバーリースされた感じがします。で、次が逆ゴジです。で、ゴジラの逆襲の時のゴジラをクロニクルで再現したんですが、プレイヤーエイジセレクションからの再版なんですが、これもだいぶその光沢さがやっぱり消えましたね。マットな感じになったのと、目もちょっと変わりましたね。うん。横から見ると。なるほど。茶色ってのは変わらないんだけれども、やっぱりこの光沢さがあるかないかでだいぶ変わるんですね。マットな仕上がりだと。マットがもう悪くないのかな。あとやっぱりちょっと目でちょっといろいろ改善をしてきてるところがあるのかな。でもこれはもともとの円谷英二セレクションの方が自分は個人的に好きです。こちらがキングコング対ゴジラのキンゴジですね。これは美しい。これも比べてみると色がちょっと今度はこっちの方が鮮明になったのかな。この背びれがちゃんとここ、グラデーションが入ってるってところと、あとこの両、背びれのこの端っこもちゃんと塗装されるようになったんで、もともとこっちちょっと手抜き感があったんですけれども、ここではちょっといろいろ気にしたのか、改善がされました。で、ちょっと白目も、ちょっとだけ黄色っぽくなってますね。で、次がモスラ対ゴジラから、モスゴジさんですね。目つきが、こう、ゴジラ3の時ってもうちょっと、なんかちょっと温和な感じがしたんですけれども、クロニクルになってからは、モスラ対ゴジラの劇中の、ちょっと鋭い目の感じになってますね。ちゃんと改善された感があります。で、塗装に関しても、この背びれから、あとこの上のところがこう、彩色されてなかったんですけど、ここが彩色されたりするようにもなりました。あと、すごく気になってたところなんですけれども、この尻尾のところの、このヒレ、背びれも全て、今度はこう、尻尾の先までちゃんと塗装されるようになって、これはクリニクルになってからだいぶ良くなったなと思いました。はい、次がゴジラ1974ですね。こちらがゴジラ9の1974と比較してみるとどうでしょうか。ほぼ
同じ、作りは同じなんですが、使われているこの爪と、爪、足の爪と手の爪、多分目の色がちょっと違うんですね。で、背びれも、ちょっとだけ、変わってますね。ちょっと灰色っぽかったのが、僕の目からしたら白っぽくなったように見えます。色の見え方も人それぞれということにしておいてください。すいません。後ろ姿も、まあ、この背びれがちょっと変わったから、違うと思いますね。次が、ビオゴジですね。こちらが、こちらはどうなんでしょうか。色のトーンがちょっとこっちの方が、ちょっと薄くなったっていうか、なんかちょっと、濃さがちょっと減りましたね。あ、発見。尻尾がちゃんと塗装されるようになりましたね、背びれ。また全体のやっぱりその色のトーンが違うので、まあ、全体的にも違うんだなっていうのは分かりますね。なるほど。はい、次がゴジラ1994年となっております。まず、まあ、違いといったら、まずこのパート1の時はすごい光沢があったんですけれども、ここからもう艶がなくなってマットになって、マットは一緒なんですが、ちょっと色の使い方がまた変わりましたね。で、この、爪と足の爪と指の爪の塗装がちょっと黄色っぽくなりました。目の色もちょっと変えてきましたね。このクロニクルからはちゃんとその歯が一個一個分かりやすくなりました。で、背びれは、こんな、まあ、背びれもこんな感じでだいぶ印象が違いますね。クロニクルだとすごいその白いグラデーションがすごい使われてるんで、いい感じなんですが、まあ、ちょっと EX が一番しょぼいですね。で、ゴジラ1の時ってこの背びれの周りのこの白いところもちゃんと塗られたんですけど、ここら辺は塗られてないですね。ここもちょっと微妙なところなんですが、これが白いグラデーションでなんとなくカバーされてるんで、なんとなくそこが、改善されてるのかなと思います。はい、次がゴジラ1995ですね。口の中、あとその色のトーンも違いますね。背びれ、背びれは一緒か。で、あとはその、またこれもゴジラ1と一緒で、こちらが背びれのこのサイドのところも細かく、塗られていたんですけれども、こちらだと白のグラデーションでなんとかごまかしてる感がありますが、ちょっと違うんですね、やっぱり。また爪の色もちょっと違いますね。はい、次がバーニングゴジラでございます。これはだいぶ違います。ゴジラ4の時はもっと触れないっていうか、もっと赤かったんですが、クロニクルではちょっとそのオレンジっぽい感じになってますね。色の使い方もこのちょっと黒い暗めだったのが、やっぱりちょっと灰色っぽい黒を使っているので印象も違います。絵がゴジラ4の時はちょっとチャチかったんですけれども、黒に黒になってからはちょっとこのオレンジのクリアみたいなのが入ってて、で黒目が入ったんで、なんかちょっとチャッチさが、黒目はちょっと見づらいんですけれども、またなんかかっこよさが増してる感じがします。ただこの何このサイドのところが、ここ白のグラデーションを使ってきてるっていうのがちょっと謎ですね。で、ここの尻尾はやっぱり塗らなかったんだ。これなぜか白の色が入ってるっていう、赤でもよかったんじゃないかなと思いますが、なぜかここだけ塗ってきたんだけど色が入ってないっていう、オレンジとかじゃなかったっていうのがちょっと不思議ですね。はい、次がミレゴジですね。ゴジラ1999、こんな感じですね。まず背びれのこのシルバー感とかが
消えました。全部紫になってますね、前は先っちょだけが紫だったんですけど、こちらは全て紫になってます。あともう全体にちょっとやっぱり、色がなんかまたちょっと灰色っぽくなりましたし、あと頭のところもちゃんと紫になっちゃってますね。頭が紫になってます。尻尾も紫になりましたね。前はシルバーだったんですけれども、はい、次がギラゴジですね。これも比較してみますと、背びれがこのシルバーが使われてたところが全て、このシルバーが使われたところが全て紫になってますね。あ、ちょっと目も変わりましたね。目がすごいちょっとなんかちっちゃかったんですよ。なんかゴルザールスっぽかったんですけど、こちらはちゃんとしたメガギラスに出てくるというか、ミレゴジのお目々になってますね。爪の色もちょっと変わってますね。頭同じくここも紫になってますね。プロニクルの方が結構いい感じに改善されてる気がします。はい、次が GM 系ゴジラですね。ゴジラ8の時はこんな感じでしたね。何なんだろう。ちょっと光沢がやっぱなんかこうあったのかな。まず色のトーンも違いますし、光沢がなくマットになったのと、あとは背びれの色も全体のその使う色が変わったので、やっぱり印象も変わってきましたね。なんか、ゴジラ8の方が僕はこれは好きかな。はい、次がゴジラ2002ですね。ゴジラ9の時はすごいなんか、やっぱりテカテカしてた感がありますね、すごい。で、そこら辺が消えてマットな感じで仕上がっております。若干目もなんか印象が違いますね。あと爪の色が変わってます。ちょっと黄色っぽくなってます。で、背びれの塗装も違いますね。変わりましたね。これはゴジラ9の方が僕はいいかな。好みですね、これは本当に。ラストはゴジラ2003ですね。ゴジラ10の時はこんな感じでございました。わかりやすいんですが、これは背びれですかね。もう全体的にこう白く、ここら辺まで尻尾のところまでグラデーションができてるんですけれども、こちらのクロニクルになってからは、ちょっとそういうのがなくなっちゃってますね。逆にちょっと退化した感じがしてます。で、僕のこのクロニクルちょっとあんまり出来が良くないので、うまく顎のところがくっつかないですね。こんな感じで今回はゴジラクロニクルパート1をレビューしてみました。全15種ですね。歴代の HG ゴジラシリーズの中から出てきたゴジラがほとんどここで再現されております。